まかまかちゃん、ちゃかまかちゃん、ちゃん、ちゃかまかちゃん、ちゃかまかちゃん。ありがとうございます。リズムにはですね、覚えやすいように、歌がつけられています。ちゃかまかまかちゃんというふうに、歌がついています。さあ、今の聞いていただいたのが初馬のリズム。それ以外に、おかめというリズムと、ひょっとこというリズムがあります。では、まず最初におかめというリズムを聞いてもらいましょう。そう、レッ。はい、ありがとうございます。続いてひょっとこというリズムになります。少しリズムが変わりますのでよーく聞いてください。いきます。そう、レッ。ありがとうございます。ひょっとこというリズムでした。このおかめとひょっとこという2つのリズムは太鼓を使って言葉を交わし合うときに使われたと言われています。おかめで音を出してひょっとこで返してあげる、そんな使われ方がしておりました。さあ、今初馬の基本のリズム、おかめ、ひょっとこと3つのリズムを聞いていただきました。これから聴いていただく次の曲、この次の曲の中には初馬、おかめ、ひょっとこ、この